のランプが点灯しましたら、ドア横の押しボタンでドアをお開けください。切符、運賃、整理券は運転士にお店の上へ、運賃箱へお入れください。整理券の場合は運転士にお見せください。線路を渡るときは危険ですので、左右をよく見てお渡りください。